サイバー戦争とかサイバーセキュリティについてちょっとお話したいなと思ってまして、はいはいはい、最近ありましたね、でっかいの。でっかいのありましたね、はいはいはい。いろんなもう空港とか止まっちゃって、はい、Windows が Windows が、まあまあクラウドストライクっていうね会社の製品 で、はい、でそれもアップデートでちょっと揉めて、で結局揉めてっていうか不具合があって、はい、うまく回らずに、でまああのブルーの画面が出てきてしまうっていうね、自動販売機なんかにも出てきたりとかっていうのもありました。自動販売機も来るんだ。そうそうそう、なったりとかね。要するにまあ Windows 使ったものがダメになっちゃったっていうことでね。まあああいうのはまあ本当プログラムのミスとかそういうことでサイバー攻撃っていうことじゃないんですけど、ただは違うんですね。はい、同じようにそういうとこ疲れれば、うん、あえて一気に、うん、システムが止まるってこともありますよね。はい、稼働感もあったじゃないですか。稼働感まだだって復帰してないでしょ。全然復帰してないんですよ。だからやっぱりそのいろんな、まあ、あのセグメント化って言ってますけど、いろんな風にいろんなサーバー置いたりとかしてやってても、はい、結局まあどっかで隙が出てきて、うん、で自分たち把握しきれてないっていうこともあると思うんですね、はい、会社としてはね、はい、でそこに お金をかけきれてないんで、はい、ってなってくるとそこの隙を狙われるっていうパターンですよね、はいはい、だからそれ以外にも今いっぱいありますよ。いろんな企業、大きな企業もういっぱいやられてますんで、うん、日本ね、これちょっと本当にね、なんとかしなきゃいけないっていうところですよね。それをだからなんとかするために入れてたそのセキュリティソフトにバグがあったって話、まあ、今回はね、あのクラウドストライクに関してはねどうしたらいいんだよってなっちゃいます。そうそう、だってあの最近多いランサムウェアの攻撃は、はい、遠隔で仕事するようになった時に使う VPN っていう、VPN みんな使って、はい、ほとんどそれですから。ランサムウェア攻撃で感染源って、はい、もうかなりの確率で VPN。 VPN なんですか。そうなんですよ。で VPN の認証が漏れていたり、へ、でそれアップデートちゃんとしてなかったり。 VPN 安全だと思ったら大間違いなんです、ね、そうなんです。 VPN がかなりやられてるんで。ああ、そう、そうですよね。安全だと思って多分ちょっとね、うん、ハードが下がってってもあるかもしれないですけ ど、でもその認証もちゃんとしてないし、あの多重認証とかしてないって書いたりもしますしということで、だからランサムウェアはほとんどそういう感じになってるんですよ。へ、それやったらまた別のところ狙われるんですけど、本当にいたちごっこなんですよ、はい、でね、そんなこともあって実は僕あのもうこれまで何冊かサイバーセキュリティの関連の本書いて出してるんですけど、はいはい、今度はちょっと一風変わって、はい、本ではなくて、うん、動画配信というか、まあ、あの映像でですね、はい、本の内容を僕が喋って皆さんにお伝えするみたいな講座をちょっと今度新たな試みでやるんですよ。へ、でそれが、はい、もう収録やってました、始まりそうなんですよ、もうその講座が。なるほど。どこで見れるんですか。でそれはですね、こう概要欄にでも書いてますけれども、はい、ちゃんとそういった特設サイトがあるんで、特設サイト、はい、で、トレーラーも実はできてまして。なるほど。これねちょっとぜひ皆さん見てもらいたいなと。なるほど、はい、ということは今日は宣伝の回ですねやっと気づきましたなるほどね。そうなんですよね、はい、ということなんで、ちょっとご興味ある方はぜひ、はい、かなり長い時間、はい、本当に細かいところから、はい、説明してやっていきます、はい、やってますんで、ちょっとトレーラー見せてください。じゃあ、はい、じゃあぜひ見てください。はい、なんかこれはでしょ。チームス。こんな使って使っちゃダメでしょ。これまで世界を変えてきたのは何しょ、変えてる。いつも戦争だった。さまざまな舞台で繰り広げられる血で血を洗う争い。ちょっと数多くの犠牲者を出し。もう何も関与かかってないです。地獄絵図を引き起こす征服欲と生存欲を満たす人類の覇権争いが世界のパワーバランスを動かしてきた。しかしあなたはご存知だろうか。かつて惨状を生み出した戦争は今に姿を変え目に見えない形になりつつあるということ。陸海空を超えた戦場はついに新たなるステージへと進出を始めたのである。 E メールとかですね、デジタルのですね、通信を使った攻撃が行えるですね、空間のことを総じてサイバー空間というふうに呼んでいます。私たちの生活が非常に根付いてきてまして、例えばスマートフォン、iPhone とかこういうもう接続されたものがなければ生活できないような、まあ、世界になっていますから、ほとんどサイバー空間と普通の世界とのね、境目がなくなってきているのが現状だと。今がっつりとこのサイバー空間が戦場になって、目的は敵の政治的、
経済的、軍事的な情報インフラと社会全体の情報インフラを破壊することにあると。そう語るのは国際ジャーナリスト山田敏弘氏。我々の社会の大部分がサイバー空間に土台を置く今、核兵器やミサイルといったハードな軍事力より、むしろ通信、インフラ、電力網、人工衛星、海底ケーブルといったサイバー空間に対して目に見えない攻撃が水面下で進んでいるというのである。イランの核施設に致命的なダメージを与えたアメリカのサイバー攻撃で口火を切った見えない世界大戦、ロシア、中国といった大国を次々と巻き込む、覇権を狙う大国が見えない攻撃を繰り返す。長いですよ、まさに半分。新たなる戦場、サイバー空間において繰り広げられる領域なき覇権闘争によって、世界は今や世界大戦の最下にあると言っても過言ではない。え、マジですか。そんな見えない世界大戦を踏まえ、日本に迫る危機について山田氏はこう続ける。山田氏はこう続ける。日本のですね、情報戦、サイバー防衛というのは本当危機的状況に今あります。そこを狙ってきているのは言うまでもなく、ほぼ基本的には中国のハッカーということになりますね。防衛省の機密情報、外交上の機密情報を含む公電をやり取りする外務省のシステムが中国のサイバー攻撃を受けていて、大規模な情報漏洩が起きていた。日本の防衛上のほっと重要な国家機密が扱われているネットワークの中に中国のハッカーが入っていた。このような危機的状況にもかかわらず、日本の新聞や大手マスメディアはサイバー空間への攻撃やその対策について大々的に報じることはない。そんなことないですけど。このままの状態で日本の平和と安全を守ることができるのだろうか。そこで今回、この見えない戦争の危機から日本を救うべく、どうですか、アメリカマサチューセッツ工科大学でサイバーセキュリティを最前線で研究していた山田敏弘氏が立ち上がった。知られざるサイバー攻撃の全貌とは。サイバー覇権を争う各国はどのようにして日本侵略を企んでいるのか。日本、そしてあなたをサイバー攻撃から守るための手立てとは。そして目前に迫る危機に私たちはどう立ち向かえばいいのか。山田敏弘氏の処女作にして集大成とも呼べる新プロジェクト、サイバー戦争、ルールなき 5G 時代の覇権闘争史、受付開始。実は冒頭でお伝えしたこのセリフ、世界を裏で牛耳っているとも言われるクラウス・シュワブ、2023年世界の支配者層が集まるダボス会議に、これやりましたもんね。数々のパンデミックに警鐘という名の予言を残してきたシュワブの発言、それはまさに予言であり、世界でサイバー攻撃によるパンデミックを起こすという予告なのかもしれない。どうですか、なるほど、うん、どうですか本当に。いや、どうですかって、やっぱりね、怖いですよサイバー空間。結局何が教えてもらえるんですか。いや、要するにいろんな国、日本もはじめ、アメリカ、いろんな海外のそれぞれの中国、ロシア、そういうどういう勢力で、はい、どういう形でそのサイバー空間で暗躍しているのか、うん、国同士がまあ政策を立案していく中で、どういう形でこう絡み合ってきて、でそれがどれぐらい重要な要素に今なっているのか、まあ、そういうのをちょっと含めてですね、一個一個国を総立てという形にして、深掘りしていくという話なんです、ね、国で分けて、まあ、国と地、まあ、そうですね、エリアに分けてやってますね。日本もそうですけども、やっぱアメリカ中国は特に注目ですけど、はいはい、うん、っていうような形で、まあ、はい、まあ、全部見ると大体世界のサイバー戦争とか安全保障の全容が分かるような形になってると、はい、いうことです、はい、概要欄にリンクとか全部つけてますので、はい、ぜひそこからですねアクセスしていただいて、受付してください。おいくらですか。知りません。知らないな。知らないでしょ。本当ですか。ごめんなさい。まあ言っていただいたら分かります。分かりました。ここではちょっとあれ、ちょっとまだ決まってるのかな、はい、っ
ていうことです。了解です。よろしくお願いします。